ウエスト木尾宮です。ちょっとね、今早起きしましてね、頭が回ってないんですけど、今日この後ね、僕にとって大切なね、ちょっとことがあるんで、何のことかっていうと、あれですね、草野球やるんですよ。僕、視聴者集めて、で、野球するだけでなくてね、ちょっとその人たちのためにね、ちょっと弁当を作ってあげようかなって思って、やっぱりね、運動するとするってなるとね、ちょっとお腹が減ってくるんで、はい、ちょっとこの日のためにね、ちょっと用意してきたんで、ちゃんとね、なんかこういう、弁当箱とかもね、用意してきましたんで、はい、ちょっとまずはね、ご飯を炊いていきたいと思います。はい。でね、それなりに人数がいるからね、ちょっと30人くらいもしかしたら来るかもしれないんで、ちょっと30人分をね、ちょっと作っていきたいと思います。僕最近ちょっとね、引っ越しをしましてね、それに伴ってちょっと米ね、不足してた時があったじゃないですか、ついこの間まで。そうだから普段ね、1キロのね、お米とかさ買ってたんですけど、ちょっとなくてさ、4キロ奮発してその時買っちゃったんですよね。で、結構残っちゃいましてね、引っ越し前に。そのお米がなんとかちょっとね、処理しようかなって思って、ちょっと弁当を作るのにね、使わせてもらうっていうことで、まだたくさんありますんでね、はい。じゃあまだご飯2合炊いていきます。てか2合までしか炊けない、俺の炊飯器狭いから。さあ入れていきます。うわよし、というわけでお米が炊けたんでね、ちょっとおにぎり作っていきます。おにぎり、こうやってね、サランラップにご飯をね、こうやって、ちょっと待って、この中にご飯ぶち込むか、で入れて、そうだな、それでふりかけみたいにかけて混ぜるっていう感じですかね、このちゃんボールはね、ちゃんと洗ってありますんで大丈夫です。直前に、しっかりね、大丈夫だと思いますけど、ふりかけをかけていきたいと思います。梅じその、こんな感じでね、青じそが全体に染み渡るようにかき混ぜていきます。いや、それにしてもね、もう本当にね、朝ごはんって大変だね。弁当とか作るとかってなるとね、余計に、本当これは朝ごはんとかね、弁当作ってる主婦の皆さんに顔向けできませんわ。足向いて寝れません。いやー、マジで暑い、暑い、いくらサランラップ越しといえど暑い。いやー、でもね、朝ごはんはやっぱさ、朝ごはんでかうわっつ、だいたいこれ、こんぐらいでいいと思います。ちょっと大きすぎず小さすぎるっていう感じでね、ちょっと運動する前後だからたくさん食べられてもね、ちょっと困るんで、ちょっと軽食程度なんで、本当に、ちょっとミニサイズのおにぎりをたくさん作っていきたいと思います。時間ないんでね、ご飯これね、カバンに詰めていきたいと思います。よし、はい、今夜それは何ですか。これね、はい、俺が朝早く視聴者のためにね、わざわざ作ったんですけどね、はい、ちょうど
さっきのベースランニング対決負けたからね。はい。ちょ、勝った方にね。おぉ。渡しますわ、これ。まさかの黒い袋と。ちなみに中何入ってますか？いや、おにぎり。普通におにぎり。いや、具は？いや、ね、あれだわ。あの、まともなやつ。そう、まともなやつ。本当ですか？大丈夫。本当ですか？青じそ入りのね。これすごい。うん、おにぎりを。すげえ、かわいい弁当箱が。そう、わざわざ買ってね。これ引っ張ってもらう。あの公明党の作戦ですから、皆さんがだんだん離脱するっていう作戦なんで。これはあげるわ。無理して行かなくてもいいけど。はい。ありがとうございます。みんなのために。あ、ごめん。心を込めて。カツカツなんだけどこれ。ありがとうございます。お、もう食ってる食ってる。お、どうすかどうすか、味は、感想は。どうすか、カチコチ。硬いです。硬い。おお。お、どうすか感想は。美味しいっすか。ちょっとね、今日食べたって。おお、なかなか皆さん複雑な感情ということで。でも味付けはいいのよ。味付けいい。おお、いい評価ですね。いや、よかったわ。作った甲斐あったわ。味付けはいい。俺料理好きだからさ。味はちょうどいいんだ。さすが。そう。どうすか感想は。いただきます。砂利みたいな。砂利どうすか。硬い。硬い。あら、味付けは問題ない。どうすか。味付けは問題ない。監督の愛が詰まってます。お、いいコメント。どうすか。美味しい。美味しい。あー、素晴らしい。どうすか。おい、あったかい味がします。顔がきつってますよ。どうすか。美味しいでやんす。おーい。どうすか。小学生の時に握った自分のおにぎりの味がする。すごい、皆さん、誰も食べない人がいなかったという、素晴らしい。他にも、この方にも、取ってあげてください。えい。どうすか。まあ、味は、すごい、素晴らしい。味は素晴らしい。良き。味はいい。味はいい。味はいい。あー、もうありがとうございます。お、みんな来た来た来た。愛のこもった俺のおにぎり。めっちゃ形悪いんだけど。お。全員分ないから早い。指の赤とですね。愛と指と。愛と指と、おならと。お、美味しい。あ、素晴らしい、いいコメントいただきました。味がね、心はこもっとる。すごい、みんな誰も躊躇せずに食べていくという温かい世界。生温かいですよ。ちょっとこれを持ってきたんですけど。どうですか。めっちゃうまい。めっちゃうまい。あ、素晴らしい。めっちゃ見ます。どうですか。あと3つほどあるけど。どうですか。うまいっす。お、向こうへみんな優しいコメントが。どうですか、味は。うまい。やばい、みんな誰もなんか硬いとかまずいとか言わないな。どうすか。美味しいっす。美味しい。あ、素晴らしい。あと一つあるけど。お、どうすか。めちゃくちゃうまいっすね。お、こっちのチーム優しいっすね。皆さん、公明さんのホームっす、さすが。いや、よかったわ。どうすか。お、硬い。パッサマサ。はい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 。どうですか。じゃあ思いっきり塩かけます。おお、すごい、カスタマイズ。何をあれ、フレンドしてさすが。ここにも。おお、すごい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 、チーム同士でね。まさかの塩の融通ということで。どうですか、塩かけた後のご感想は。あ、塩かけすぎましたね。かけすぎちゃった。あららららら。ちょっと、どうすか。部分と塩が。ゴミ受け取りますか。うん、硬さには勝てないな。やっぱ硬さがマイナスポイントということですね。はいはいはい。いやいやいや、素晴らしい。いろんなコメントいただきました。